注文中傷。どうもミスローです。また、今回もね、動画の方やっていきたいと思うんですけれども、今回はですね、また、東京国立博物館で、7月13日から9月の5日まで、開催されております特別展、聖徳太子と法隆寺展ですね。こちらにちなんだですね、内容でお話ししていこうかなと思うんですけれども、まあ東博さんのですね、その展示会のペースが早すぎて僕の動画が追いつきません。もう早い。それとまあそのいい展示が矢継ぎ早に開催されるもんですから、もう大変。今回はですね、聖徳太子ね、日本古代のスーパースターカリスマでございますが、その実像は謎ですね。なんならいなかったんじゃないかぐらいのことまで言われている人ですけれども、今回はその人の人物にですね、少しでもこう近づいていけたらということで、さらっと聖徳太子像に迫ってみたいと思います。よろしくお願いします。まず、聖徳太子ですね、お名前、本名、これがまたね、もうここからしてややこしい。今の教科書には馬宿の王とか馬宿の王子とか、ね、そういう風に書いてあるらしくて、まあ、かっこ聖徳太子みたいな感じらしいんですけれども、まあ、正式な本名ですね、ちょっと、もうこれ、ね、紙で読ませてもらいますね。古事記によりますと、上積屋の馬宿の豊臣美の巫女。日本書紀推古天皇記によりますと、馬宿の豊臣美の巫女の巫女。巫女の巫女。日本書紀によりますと、上宮の馬宿の豊臣美の棺巫女。豊臣美っていう部分は言いたいので、口が言いたいので、これもう使っていこうと思うんですけれども。で、まあ亡くなって130年後ぐらい、751年に聖徳太子という尊称ですね、が初めて出てくるということで、まあ亡くなった後、神格化されたという方です。じゃあその聖徳太子、豊臣美さんですね。が、まあ、世に出てくる流れと、世に出てからというのをざっと説明したいと思います。時はですね、585年、豊臣美さんのですね、お父さんが、天皇に即位するわけですけど、この時代ですね、政権内ですね、まあ、有力豪族ということで、蘇我の馬子と物の部の守谷という方がこう対立してたわけですね、まあ、揉めてたんですよ。もともと仲悪かった。その蘇我の馬子さんは、その新しく入ってきた仏教をいいじゃないかと。新しいものをどんどんやってこいよっていう人ですね。で、物の部の守谷さんは、その異国の神をそんな信じちゃいかんと。日本の神様を崇めるべきだということで、こう仏教を敗訴しようと。そういう人だったわけですけれども、まあこの物の部の守谷さん、まあそんな風に争ってる時にいろいろ疫病とか天災とかありまして、これがやっぱり仏教ってその異国の神様を崇めたたたりだと。日本の神様は怒ってるんだっていうことで、物の部の守谷さんがですね、まあ勘のいい方ならもうちょっと悪い予感がしてると思うんですけれども、寺を焼き払い、仏像をぶっ壊しってね、元祖蛮行。豊臣美さんのお父さんが即位2年で亡くなってしまうと。そうしましたら、その蘇我の馬子と物の部の守谷とはそれぞれ違う人を次期天皇に推しまして、まあ揉めてますからね。これでまたえらい揉め事になるわけですけれども、この蘇我の馬子さんっていう人がだいぶ剛腕でですね、その物の部の守谷が推してる天皇をこう暗殺しました。まあ、天皇とか天皇になるに推してる人を暗殺して、もう物の部の守谷やってしまおうということで、
挙兵します。大軍を持って守谷、物の目の守谷を攻めるわけですけれども、それで挙兵した中にですね、14歳か15歳の、豊臣さんがいらっしゃったと。この蘇我の馬子と豊臣さん、まあ聖徳太子ですけど、まあ強い血縁関係になったらしいですね。蘇我の馬子さんから見ればもうプリンスですよ。天皇家の人ですから。プリンセス豊臣にならぬプリンス豊臣ね。そういうことで、まあ一緒に物の部の守谷を戦ったと。ただ物の部氏っていうのはだいぶ軍事力のねお背景に台頭したのが強かった。3回ぐらい負けたらしいんですけど、まあそこでそのプリンス豊臣がですね、やおら白樺の木を削って四天王を作ったりしてですね、戦勝を祈願しまして、なんとかその力もあったのか、勝ちましてね、物の部氏っていうのはそこから衰退していって、もう蘇我氏全盛期がやってくるわけですけれども、で、その後その蘇我の馬子さんが一人もう一人天皇を据えるんですけれども、まああまりにねその蘇我の馬子さんが全部やって天皇が何もやることないので、天皇がちょっとイライラしてきまして、ちょっと馬子出しゃばりすぎじゃねみたいなことをちらっと言ったら、まんまと蘇我の馬子さんにこの天皇が殺されまして、史上でも唯一みたいですね、その天皇在位中の天皇が臣下に殺されるっていう。でそういった、もうちょっと異常な事態の中ですね、次に蘇我の馬子が天皇に据えたのが、推古天皇、これが日本史上初の女性天皇ですね。で推古天皇の甥っ子が、プリンス豊臣ですね。甥っ子のプリンスがですね、蘇我の馬子とプリンスで二党体制でその推古天皇を支えていくということで、摂政、まあ要は総理大臣ですね、就任するわけですけど、この時19歳で総理大臣ですから、まあとんでもねえ人ですよね。これで、政治の中枢にもう若くして入るわけですけれども、まあ、こっから皆さんご存知の数々の偉業を成していくわけですね。まあ、遣隋使を送り、官位12回というね、その、身分にとらわれずに優秀な人を登用しようという新しい人材登用の仕方をやってみたり、17条の憲法ですね。まあ、役人の心構えとか、仏教への信仰をもっとしなさいとか、そういうことを決めた憲法を発令してみたり、お寺を建ててみたり、経典を翻訳、注釈をつけてみたり、はたまた国史の編纂をしてみたり、これだけのことをまあやったと言われているんですが、聖徳太子がいなかったんじゃないかって言われる要因の一つが、この一人の人がこれだけ新しいいろんなことができるかなと、無理じゃないかっていうことで、まあいなかったんじゃないかみたいなことを言われてるわけですけど、僕は全然素人ですし、聖徳太子の実像に本当に迫ろうと思ったら、もうとんでもない数の本が出てますんで、全部読まなきゃいけない。そんなことをしてたらですね、とっくにその東博の展覧会終わっちゃいますんで、浅い知識でちょっと、まあ、推察するにですね、プリンス豊臣っていう優秀な、本当に、それこそ小さい頃から神道みたいな人がいて、もう若くして政治の中枢に入って、まあ、一人でか、みんなでか、馬子さんとかと協力してでしょうけど、いろんなことを、まあ、やったことは事実ですよね、おそらく。で、それを後から神格化されたっていうことなんですけれども、まあ、この神格化される理由っていうのも何パターンかあるだろう。